2種類の飛び出す仕組みを使った豪華なお祝いメッセージカードの作り方です。一つ目は四角い筒を組み合わせて開くとテーブルのようになる仕組みです。もう一つは7枚の花を組み合わせてカードを開くと同時に花も大きく開く仕組みです。今回使ったのは2つ折りタイプの色紙です。端から3分の1のところを切り取ります。幅が24センチだったので8センチのところで切り取りました。切ったところを合わせて金色のテープで留め、内側に折り曲がるようにします。反対側も同じように貼ります。剥がれてくる場合は、後でボンドなどで貼ってください。これを開いて、内側に赤い画用紙を貼ります。画用紙を内側の大きさとぴったりに切って、周りに糊をつけます。折り目のところにも糊をつけて、赤い画用紙を貼り付けます。タオルなどで真ん中から外へ向かって、こするようにしっかりと貼り付けていきます。次に消しゴムはんこで桜の花びらを作ります。人参の飾り切りのようにまな板と包丁を使って切ると簡単に作ることができます。絵の具には水のほかに液体のりを混ぜましょう。こうすると乾いたときにこすれたり手についたりしません。先ほど作った消しゴムはんこで粉絵の具と水のりと水をまんべんなく混ぜます。実際に押す前に試し押しをしましょう。うまく花びらの形が出ました。これを先ほどの台紙に桜の花形に押していきます。次に7枚の花が飛び出す仕組みを作ります。花の大きさはここでは一辺 7.5 センチの正方形を使っています。これなら折り曲げた8センチのところから飛び出ることがありません。
桜の花の飛び出す仕組みは別の動画がありますので、そちらの方をご覧ください。ここでは早送りで紹介しています。この仕組みを5つ作ります。場所を決めたら閉じてボンドを少しだけつけて貼ります。ボンドをつけた反対側は真ん中の折り目に合わせてください。両側の折り目にも合わせて2つずつ花を貼ります。これで合計5つです。真ん中の空いたところにメッセージを貼るスペースを作っています。閉じた桜の先の部分にボンドをつけて、挟み込むようにして折ります。反対側も同様にしたら、真ん中の桜にもボンドをつけて折ります。しっかり貼り付くよう、上から強く押さえましょう。特に真ん中は浮いているので強く押してください。この状態で乾かしておきます。次に真ん中の平らに飛び出す仕組みです。この仕組みを真上と横から見たところです。四角い筒状の仕組みが2つついています。これを中心線から少しずらして糊をつけ、挟み込むように折ります。開くとここに三角形ができて、飛び出す仕組みがしっかりと安定します。今回はこれを2段にします。まずメッセージカード、そして、桜をイメージしたピンクのカード。飛び出す仕組みはメッセージカードと同じぐらいの大きさにしてください。この紙で飛び出す仕組みを2つ作ります。筒状にしたら飛び出す高さだけ残して折りつぶします。これを2つに切ると同じ高さの四角5つが2つできます。糊をつけたら中心の折り目に合わせて貼り付けます。反対側にも同じように貼ります。浮き上がっている方を押して折り目が中心よりはみ出すようにします。糊をつけたら中心から5ミリほど開けて挟み込むようにして貼り付けます。反対側も同じように糊をつけてもう一度挟み込むようにしております。
飛び出す仕組みは2段になりますので、外側も同じようにして作ります。これを先ほどのカードの真ん中に貼っていきます。中心から5ミリほど開けて貼ります。もう一度糊をつけて挟み込むようにして貼ります。これで内側の飛び出す仕組みの出来上がりです。2段になっています。表紙にも残った花びらをあしらって飾り付けをしましょう。メッセージカードの周りにも桜の花びらを散らしておきましょう。表書きをすればメッセージカードの出来上がりです。真ん中を開いて両側を開くと満開の桜の花が出てきます。大切な人の門出に送るのにぴったりのカードが出来上がりました。